ボリス・ネムツォフ、ボリス・エフィ・モビッチ・ネムツォフ、ボレス・エファムービッチ・ネメット・ソブ、1959年10月9日から2015年2月27日は、ロシアの政治家、エリチン政権で第一副首相、2008年委員会の元共同議長、人民自由党に所属。1959年10月9日、ユダヤ人の両親のもとに、 ソビート連邦ロシア共和国のクラスのダル地方の装置で生まれる。1981年ゴーリキー大学電波物理学部を卒業してゴーリキー電波物理学研究所に勤務する。1988年以降から環境保護運動のリーダーとなりゴーリキーに原子力発電所建設が持ち上がった際には原発建設反対に動き反対運動の中核を担った。 1990年ロシア共和国人民大議員に当選し、政界に入る。議会では、院内会派、民主、ロシアに所属した。1991年8月のソ連8月クーデターでは、改革派の立場から、エリツィンロシア大統領を支持した。エリツィン政権と関係を作ったネムツオフは、1991年エリツィンによって、ニジニノブゴロド州行政長官、 知事に相当。後に、知事に任命された。1993年、上院連邦会議大議員に当選。1995年12月、虹にノブゴロド州知事選挙で再選される。エリツインは、1997年3月に、連邦政府の第一副首相、住宅建設政策及び独占禁止政策担当に登用する。同年4月には、燃料、 エネルギー省を兼任する。セルゲイ・キリエンコ内閣の第一副首相に任命される。1997年12月26日、ロシア会において、ネムツオフは無責任な政治家として非難決議が可決され、1998年第一副首相を解任される。第一副首相という立場を利用し、社会を不安定化させる規模の外資を呼び込み、 国内経済に脅威を与えたと訴えられた。1999年、改革派、リベラル派の結集を図った。1999年12月の会員国家会議選挙に立候補し当選する。2000年1月、会員副議長に選出されるが、リベラル派は、新興財閥とのつながりもあり、勢力が衰えていった。選挙管理委員会には、ネムツフの収入は、 1834億ルーブル、3545億円と報告されている。2003年12月の下院国家会議選挙では、比例区の議席確保に必要な5%の得票率を獲得することができず、惨敗。右派連合の代表を辞任した。2004年2月、石油コンセルンネフチノイの取締役に就任、ガルリカスパロフ、らと共に、 2008年委員会を結成した。ウクライナのオレンジ革命では、ビクトル・ユシチェンコを支持し、ユシチェンコ大統領が誕生すると、大統領経済顧問に任命された。2007年の下院選挙では、比例代表リスト筆頭となったが、2007年11月25日に、サンクトペテルブルクで開いた集会で、ニキー・タベールイフ代表らと共に家警察に拘束された。選挙は、 得票率0.96%で敗北。12月26日2008年、ロシア大統領選挙への自身の立候補を取り下げ、野党勢力による候補一本化の必要性を強調した。2013年11月、古都ヤロスラブリにある歴史的なスターリンマンションを購入。2011年12月4日のロシア会員選挙、ネムツオフラが参加したリベラル系野党。 人民自由党、英語表記は、ピープル、S フリーダムパーティーは、不法滞在者や死者を支持者とし、政党登録に必要な署名を提出した。そのため、政党として登録されなかった。選挙後、ネムツオフラは、会員選挙に手不正があった疑惑が浮上した際、12月5日より、反政府デモを行った、2011年ロシア反政府運動。人民自由党は、 政党として登録されなかったことに対し、クレムンのシナリオだ、とウラジーミル・プーチン首相を批判した。世論調査では、人民自由党の支持率は9%で、比例代表制の会員で、議席獲得に必要な、得票率7%を超えていたとされる。2011年、ドバイで25歳のアナスタシア・オグネワと一緒にいる、ところをパパラッチに撮られた写真が公開された。 この後、ネムツオフは、アナスタシアとの関係が3年前から続いていることを認め、プライベートな写真が公開されたことに関して、ライフニュースの編集長を自分のブログで批判する。2015年2月27日、ウクライナ人モデルのアンナドリツカヤとモスクワ市内のレストランで食事をして帰宅する途中、モスクワ側に架かる橋の上で6発の銃撃があり、 そのうち4発が背中に命中して死亡した。犯人と見られる人物はその後ろから来た車で逃亡している。ネムツオフは2日後の3月1日に行われる予定のウクライナへの軍事介入に反対するデモの予備家人だった。殺害は政治的動機によるものという声も出ている。2015年2月28日、プーチン大統領は 冒頭的な殺人のまとめ役と実行犯が当然な、処罰を受けるようすべての手を尽くすとネムツオフの母親に伝えた。3月1日に、モスクワ・サンクトペテルブルクなどのロシアの薬住都市や、ウクライナ・ディトアニア・ベラルー市において、ネムツオフの追悼デモが行われ、モスクワ市内では主催者発表で5万数千人、あるいは7万人以上。 警察発表で16,500人が参加した。この際、治安を乱したとして、約50人が逮捕されており、ウクライナ議会の議員オレクシー・ゴンチャレンコも一時、拘束された。アメリカ合衆国の首都である、ワシントン特別区議会は2018年2月27日、在米ロシア大使館がメンスルの一角を、ボリス・ネムツォフプラザに解消した。 1997年11月1日の日露首脳会談において、エリツィンが平和条約を締結し、我々が領土問題を今日解決すべきだと提案し、日本に北方四島を返還しようとした。この時、ネムツオフは島を全部返す用意があったのは明らかだ。エリツィン氏にとって平和条約締結は島全体について決断することを意味していたと断言。 四等変換による即時決着を停止する様に、エリツィンを説得した。そのため、四等変換の提案を取り下げられた。ネムツオフには四人の子供がいる。1八十四年に、妻のライサとの間に、長女、シャナ、ジャンが生まれる。シャナは、テレビアナウンサーになる。ニジニのブゴロド州で知り合ったジャーナリスト、エカテリーナ・オディツィワとの間に、1九9五年に、 息子アントン、2002年に娘ディーンが生まれる。秘書のイリナ・コロレワとの間に2004年、娘ソフィアが生まれる。2007年、ネムツオフは妻のライザとの関係は終わったが、今後も婚姻関係を続けると述べた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。